ベトレディオチャンネル。今回は片不要米粉でかぼちゃのタルトを作ります。材料はこちら、お家にあるもので代用してくださいね。ボウルに入れて材料を混ぜていきます。まとめるときに豆乳と油で調整するのがポイントです。の準備はたったこれだけ。次はかぼちゃを準備していきますよ。一口大に切ったかぼちゃを蒸していきます。蒸したかぼちゃの皮は切っておきます。ちょっとぐらい残っても OK。 続いて生地に詰めるかぼちゃを完成させていきましょう。かぼちゃの粒は残っても大丈夫。お砂糖、お塩、クリームチーズでお好みの味付けにしてくださいね。そうそう、この中にレーズンを入れても美味しいですよ。寝かせておいた生地を綿棒で伸ばし、真ん中にかぼちゃを置いてタルト生地を完成させます。今回は刻んだくるみを生地の上に乗っけて焼いています。今回の動画は食べトレシニアインストラクター山地真由がお届けしました。チャンネル